行き発車いたします。次の停車駅は成増です。本日も東武鉄道をご利用いただきましてありがとうございます。急行小川町行きです。成増、和光市、朝霞台、伏木の川越の順に止まります。川越から先は終点小川町まで各駅に止まります。次の成増には17時25分、伏木には34分、伏木の40分、川越45分、高戸には59分、森林公園18時13分、終点小川町到着18時26分、6時26分到着を予定しております。途中和光市におきまして、各駅停車の川越市行き、富士見野では先を走ります準急川越市行きに、終点小川町では寄居行きにそれぞれ接続いたします。お客様にお願いいたします。優先席付近では携帯電話の電源は必ずお切りください。それ以外の場所ではマナーモードに設定の上、車内での通話はご遠慮ください。また列車は事故防止のためやむを得ず急停車する場合がございますので、私のお客様はつり革手すりにお捕まりください。お客様のご協力をお願いいたします。ご乗車ありがとうございます。急行小川町行きです。次は成増です。お出口は左側です。成増を出ますと続けて和光市に挑みます。
送続いて和光市に停まる。お出口は右側です。和光市を出ますと次は安積台に止まります。この先この電車の止まらない安積と柳瀬川、水穂台、鶴田高木駅ご利用のお客様は降りました同じホームの向かい側芝線から発車いたします。各駅停車川越市駅をご利用ください。ありがとうございます。急行小川町行きです。次は安積台、安積台でございます。JR 武蔵野線ご利用のお客様はお乗り換えです。安積台を出ますと、四季、富士見の川越の順に止まります。
まもなく朝霞台、お出口は右側です。 JR 武蔵野線ご利用のお客様はお乗り換えです。朝霞台を出ますと続いて式に止まります。
田市を中心の富士見の小出口は左側です。この電車は急行小川町行きです。富士見の次は川越に停まります。通過となります上福岡と新河岸ご利用のお客様、おりまして同じホームの向かい側1番線から発車いたします準急川越市行きをご利用ください。お降りのお客様はお忘れ物なさいませんようご注意ください。富士見のです。川町行きです。次は川越です。川越から先は終点小川町まで各駅に停まります。 JR 川越線ご利用のお客様お乗り換えください。
川越から先は終点小川町まで各駅に停まります。 JR 川越線ご利用のお客様はお乗り換えください。お降りの際はお忘れ物なさいませんようご注意ください。ご乗車ありがとうございました。川越に到着です。川越市に到着いたします。